はい、アイムです。よろしくお願いいたします。それでは今回は佐々木大地七段対渡辺名人の棋聖戦決勝トーナメント準決勝のハイライトやらせていただきたいと思います。この戦いの勝者が挑戦者決定戦に進出ということになります。将棋は相掛かりから2点3点の激戦となりました。そして佐々木大地七段が優勢をつかんで渡辺名人相手に優勢から勝勢といった形勢になったんですが、1分将棋に入ってしまいまして、渡辺名人もとことん粘ってギリギリの終盤となりました。そして今、逆転しかかったところだったんですが、5一馬と6一から佐々木大地七段が馬を一つ寄ったのが素晴らしい攻守で、これで佐々木大地七段、勝利にぐっと近づきました。ちなみにこの5一馬という手は、例えば後手がほっとけば2三金と打ちまして、3一玉でも1一玉でも2二銀までの詰めろとなっております。なので何か受けないといけないんですが、思いのほか2三金の受けが難しいということですね。3六に桂馬があって非常に先手の攻めがしっかりしております。3四馬と取れる歩を取らず5一に寄るのが盲点の一着。これで一気に先手が勝勢となりました。ちなみに5一馬のところで3四馬と指してしまうと、確かにこの手は2三馬からの詰めろなんですが、3一玉と早逃げされて、これは逆転となってしまっておりました。例えば2三歩成となっても詰めろになっておりませんので、9六歩と逆に詰めろをかけられて負け筋に陥ってしまいます。例えばこれ同香と取ると8六飛車とさばいて、これが厳しいです。8七歩とかだと9六の香車は取られそうですし、8七金と上がると8九飛車同玉8七飛車成から、少し手順は長いんですが詰みになってしまいます。また8七金打ちと手堅く守ろうとしても7七香成同金右に9七銀がすごい手で、同玉に8五桂から、これもちょっと手数は長いんですが詰みになります。8六玉なら3九の馬で聞いているので、7五銀と打っていって、詰ませるという形ですね。王様をかわせば飛車打って逃げて香車走って、とこういう展開の詰みになります。また、この桂打ちに9八玉とかしても9七香車と打って、8八玉9九銀7九玉5七馬6八銀に8九飛車が詰め将棋のような攻守で、同玉に7七桂ならずと金を取りまして、どちらの金で取っても8八金で詰ませるという鮮やかな頓死筋がありました。ということで、ぱっと見指してしまいそうな3四馬は3一玉で負けだったと、5一馬が唯一の勝ち筋だったということですね。1分将棋の極限状態で指しやすい3四馬ではなく、じっと5一に馬を寄った佐々木大地七段の終盤力が本当に見事でした。そして実戦は2一香車と頑張っていくんですが、佐々木七段が2三歩成と軽く成り捨てたのが攻守でした。もし2三歩成じゃなくて2三金だったら3一玉で足りなかったんですが、この歩成がぴったりで同玉に2四金と押さえつけていって勝ち筋に入るということですね。ちなみにもし2三歩成のところ2三金とやってしまっていたら、3一玉4四桂に対しまして2三香車と金を拾って同歩成に8六飛車で、先手玉が非常に危ない状態になっておりました。ほとんど詰み筋ですね。8七銀取って詰まないように見えるんですが、同飛成同金7七香成としまして、同金上がるだと7九銀の筋があって、詰みそうということで、同金寄るが一番詰まなさそうな応対に見えるんですが、そこで9六桂馬が絶妙の一着となります。これ本譜に比べて金を1枚余計に渡してしまっているので、詰ます筋ができているということですね。で同香に7九銀同玉9九飛車と打ちまして、8九合駒に8八銀同玉9七銀としまして、でこれで7八玉なら8九飛車成で取れば8八金までの頭金、また8七玉には9八飛車成7六玉7五金という恐ろしい罠がありました。佐々木大地七段、1分将棋の中見事に、こういう危ない筋を回避しました。
ですね。恐ろしいですね。2三金でも、全然勝ちに見えるんですが、実は2三金は負けで、本譜の2三歩成だけが唯一佐々木大地七段の勝ち筋となっておりました。これが負けだったんですね。歩成で唯一の勝ち筋に乗っていたと形になりました。例えば2四金に3二玉の場合は3三銀と打ち込む手があります。4三玉には4四銀成、3二玉、3三金としまして、3一玉には4二馬からいきなり詰んでしまいます。取って4三飛車で、これで王様かわして飛車成りですね。あ、ごめんなさい、詰みはないんですが、角打ちだったら詰みはないんですが、必死かけて勝てると。5二角なら6二金、4一玉、もしこう金合いとかだったら5二金同銀、4二金で詰みますし、角合いだと詰まないんですが、6三金と取って次の4二銀からの詰めろ、5二竜からの詰めろをかければ先手必勝というわけですね。先手玉は全く詰みません。まあ、ということで、この2四金が、2三歩成から2四金が手厚い寄せで、まあ、ここでも2三金とか打ちたいところをぐっとこらえて2四金が素晴らしい手厚い寄せでした。そして局面進んでいきまして、佐々木大地七段がここまで後手玉を押さえつけて、159手目ですね。4二馬と馬で金を取ったのが決め手となりました。仮に同飛車なら、3二桂成と軽やかに捨てて、同銀なら2二金までの頭金、また、同飛車なら同香成としまして、同銀は2二金、同玉も2二飛車と打ちまして、4一玉、3一玉、いずれも4二金までの詰みとなります。小駒だけで寄せていって、最後は4二馬と鮮やかに大駒を切り飛ばして、佐々木大地七段の勝利となりました。先手玉は8六飛車とかさばかれても8七金打ちと打っておけば詰まないですね。佐々木大地七段が渡辺名人相手に華麗な寄せを決めて、1分将棋の中、極限状態の中、華麗な寄せを決めて、見事に挑戦者決定戦に進出ということになりました。本当に強かったです。ちなみに、これで佐々木大地七段は渡辺名人相手に3連勝となっております。初手合から3勝0敗。名人を圧倒しているという状況ですね。挑戦者決定戦の相手は永瀬拓矢王座に決まりましたが、果たしてどういう戦いを見せてくれるのか注目していきたいと思います。ということで、ここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。高評価、チャンネル登録いただけますと大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。